皆さん、こんにちは。元ジャパングループの藤尾と申します。よろしくお願いします。本日は、元モデリングウェビナー、初めてのキャラクターモデリング、その3に、ご参加いただき、誠にありがとうございます。まずはじめにですね、今回のウェビナーについて、簡単にご説明させていただきます。今回のウェビナーはですね、3D キャラクターを作成する手順を実演いたします。初心者の方を対象にしており、なるべく基本的なツールを使って、モデルを作成していこうと思っております。全3回の予定でしたが、より分かりやすい内容にするために全4回に変更させていただきました。今回はその3回目となります。今日のウェビナーで説明する内容なんですけども、服を作成して、装飾品を作成するという手順を実演いたします。ご質問は Zoom の Q&A の機能で承ります。Zoom のウィンドウの方にですね、インターフェース、この Q&A というボタンがございますので、そちらをクリックして、質問を投稿するパネルより、ご質問をポストしてください。時間の許す範囲で、お答え、ご対応させていただきたいと考えております。プレゼントについてです。今回のウェビナーをライブで視聴された方へ、抽選で10名様に、元のロゴ入りのスケッチブックをプレゼントいたします。プレゼントの応募方法などの詳細につきましては、このウェビナーの、最後に、ご案内しますので、ぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは、ここからモドを実際に操作しながらご説明したいと思います。今日はですね、こういったパーツですね、服のパーツ、ワンピースの部分と、あとジャケット、あと装飾の、ボタンと紐と、あと型飾り、腱鞘っていうらしいんですけど、腱鞘とあと帽子がありますけども、そうですね、ワンピースとジャケットと、ボタンぐらいまでは、できるかというふうに考えております。では、ここから、モードを、作業していきます。ではですね、今回はですね、キャラクター作成してますけども、新ファイルをですね、プロジェクトで管理しています。プロジェクトをまず選択しますけれども、その前にですね、モードを設定、リセットしてますので、初期設定で、単位ですね。で、モードをインストール直後やリセットすると単位がメートルになってますので、こうミリメートルに変更しておきます。では、プロジェクトを選択します。ファイルメニューから、プロジェクトを選択をクリックして、今回のプロジェクトはデスクトップに置いてます。デスクトップの耳フォルダ、これを選択します。そうすると、元のですね、タイトルバーにプロジェクトの名称、耳というのが出てきて、プロジェクトがアクティブになったということが確認できます。では、新ファイルを開きます。ファイルメニューから開くを選択し、前回の最後はこちらの新ファイルとなりますので、こちらのファイルを開きます。で、ですね、ちょっと見てみますね。その1で、顔のパーツ、その2で、髪のパーツと胴体のラフのパーツまで、作成しました。
今回はその3ではここから服のパーツや装飾品を作っていきたいというふうに考えております。まずですね、顔と、胴体の部分ですね。今、つながってないので、ここをブリッジでつなげて、首をのディティールを追加したいと思います。まあ、モデリングに関係ない、今からのモデルに関係ない、そうですね。テクスチャー、仮のテクスチャーはちょっと非表示にして、髪のモデルも非表示にしていきます。今ですね、ボディとフェイスという2つのメッシュアイテム。これ分かれてますけれども、分かれてるとブリッジでつなげないので、2つのメッシュアイテムを選択して、右クリックしてメッシュの統合というのを実行します。で、OK ボタンを押すと、一つのメッシュアイテムになりました。では、ここで、ポリゴン選択モードに変更して、胴体の方の首の根元と、頭の方の、首に当たる部分のポリゴンを選択します。で、このポリゴンを基準にブリッジします。で、ポリゴンの数を合わせておくと、きれいにブリッジされると。これは今回は両方とも6枚のポリゴンを選択しています。で、ブリッジは複製タブの方にあるブリッジツールですね。こちらをクリックして 3D ビューポートをクリックします。そうするときれいにつながりましたね。問題ないようです。では、ツールを解除します。で、今から服を作るんですけれども、頭の部分はですね、そうですね、一旦非表示にしておきたいと思います。そうですね、頭の部分は、この2枚ぐらいのポリゴン選択して、選択のクローズループで、選択してあげて、シフトキーを押しながら上矢印で、選択を増大して、で、選択を反転ですね。オープンブラケットを押すと反転できます。それで、選択を非表示、H キーですね。押せば、頭の部分、一時的に非表示にできます。表示させたいときは、U ですね。すべてを表示というのを選びます。では、ここから、まず、ジャケットを作っていきたいと思います。こういった服を作るときはですね、ジャケットじゃないですね、ワンピースの方から作っていきます。ワンピースが一番ボディに近いところにあるので、ワンピースを作ります。で、服を作るときはですね、このボディのポリゴンを流用すると使いやすいかと思います。正面ビューにして、だいたいこの辺のポリゴンとかをですね、選択して、コピーペーストして服にします。そうですね、一旦対象にしてあげると、いっぺんに選択できますね。で、あと後ろの方のポリゴンも選択してあげます。こんな感じでしょうか。で、ここで、コピーですね、コントロール C で、アイテムをですね、新しく作ります。メッシュアイテムですね。で、ここでコントロール V と。これが、ワンピースのベースになるポリゴンですので、プロパティの名称ですね。ワンピースとしておきます。で、ボディの方は一旦非表示にしておきますね。これはいらないですね。ここはいらないので、こんな感じ。で、作業分かりやすいように、一旦タブキーを押してサブディビジョンサーフェイスをオフにしておきます。で、ここからですね、まず今ボディのポリゴンをコピーペーストをしたので、これボディの位置と同じ位置にあるんですね。少し外側に 膨らませて、服の位置にしたいと思います。で、スケールツールではなくてですね、プッシュツールというのを使いたいと
思います。スケールツールを使うと、複雑なモデルの場合にですね、うまく外側に、膨らんでくれないと。で、プッシュツールですと、ポリゴンの向き、ポリゴンの放線方向を基準に、移動してくれるので、プッシュツールを今回は使います。そうですね。プッシュツールは変形のところにありますね。で、プッシュツール。クリックして 3D ビューポートをクリックします。で、青いハンドルをドラッグして、外側に押し出してあげます。で、ツールプロパティ、今左下に入ってますけども、ここよく使うので、ショートカット K のキーですね。を押して、パネルとして、出しておきます。右上の丸いボタンをクリックすると、ずっと出しっぱなしにすることができます。で、距離はですね、そうですね、5ミリメートルですね、ぐらいに、プッシュしておきます。で、ツールを解除します。はい。では、このポリゴンごとにワンピースを作っていきたいと思います。まず正面ビューですね。ワイヤーフレーム表示にして、ポリゴンの状態を確認します。で、ワンピースですね。こういったラインですね。こういったエッジはですね、なるべく水平になっていた方が作りやすいので、このエッジを水平にしたいと思います。ダブルクリックでループ選択して、スケールツールですね。Y。これを 0% にしてあげます。そうすると、まっすぐきれいに水平になりました。で、ツールを解除します。で、下の部分もループ選択、ダブルクリックでループ選択して、このスケールツール、ショートカット R ですね。R キーを押します。で、Y を0にするんですけれども、Y を 0% にするんですけども、いちいちツールプロパティのところにマウスポインターを持っていくのが面倒というときは、このですね、マイナススケールをチェックを外してあげます。そうすると、スケールツールのハンドルをドラッグしても、マイナスより小さいスケールにはならないので、ドラッグしてゼロのところで止まってくれるんですね。ですので、ドラッグするだけで 0% にするということができます。はい。で、スケールツールを解除します。では、ちょっとパースビューで、じゃないですね。まず今正面から見て、調整しましたので、次は右面ビューで、形を見てみます。で、今のポリゴンはですね、体に沿った形になってますので、ちょっと腰の部分というか背中の部分が、前に出てるんですね。で、これは、体はそうなってますけども、服はまっすぐ下に降りてってほしいので、そうですね。この部分。を移動ツールで下に降りるように調整いたします。ここもきれいにしておきましょうかね。はい、こんな感じで良さそうです。では次はですね、スカートの方を作っていきます。この下の部分ですね。を伸ばしていくんですけども、このスカート自体は、丸い感じにしたいと思います。膨らんでいるような感じですね。で、今、そうですね。この楕円形になってますので、ここをですね、丸くしてみようかと思います。で、綺麗な丸にするには、この放射状というツールを使うと、手早く編集を行います。整列ツールの放射状をクリックして、3D ビューポートをクリックします。そうすると、こう、きれいな丸ができてくれるわけですね。で、正面ビューに切り替えて、大きさを合わせておきます。で、下より少し大きいぐらいにしておくと多いかと思います。はい。で、ツールを解除して、では、この、スカート、まだ長いので、この今選択しているエッジを押し出して、下までスカートを作っていきたいと思います。
エッジの押し出しですね。ショートカットが Z。で、これ傾斜に沿って押し出したいので、ハンドルは移動はオフにして、ローカルをオンにします。で、3D ビューポートをクリックします。で、ハンドルをドラッグすると、傾斜に沿って、ポリゴンが作成されます。で、ちょっと斜めになっているのは、上が楕円で、その次が丸い状態だとね、ちょっとカーブがかかってますけども、これはまた後で直します。で、もう一回これをですね、押し出したいと思います。で、同じ通路を2回実行するとき、繰り返し実行するときは、シフトキーを押しながら、適当なところを、3D ビューの適当なところをクリックします。そうすると、今のツール、そうですね、押し出しが確定して、再度押し出しツールがアクティブになった状態になります。で、緑のハンドルをドラッグすると、もう一回押し出しをすることができます。こういった感じですね。で、ここまでできたら、ツールを解除します。で、この斜めになっているのはちょっと調整しますね。R キーのスケールで。ワイヤーフレームにしといた方がいいですかね。R キーにして、0と。で、ここも R キーに、で、スケールにして、0としておきます。もう少し小さくした方がいいですかね。こういった感じで、とりあえずしておきます。では次は、右面ビューから見て、形を整えます。ですね。で、前後はちょっと小さめの丸のようですね。ですので、下絵に沿って、形を整えていきます。ここはそうですね。まず回転と移動で全体を合わせましょうかね。頂点選択モードがやりやすいかな。頂点選択モードにして、E の回転で角度を大体合わせて、移動ツールで、この辺ですかね、にしておきます。で、次は、大きさとサイズを合わせていきます。で、R キーで、これ今、斜めになった方向にスケールしたいので、そういったときはアクションセンターですね。で、ローカルというのを選んであげると、選択しているエレメントのローカル方向に、ツールのハンドルがセットされます。で、ここはちょっと小さくしてあげて、もう少し回転させてもいいですね。じゃあ、この部分。これもスケールツールで、スケールして、移動でもうちょっとこの辺ですかね。で、ここもダブルクリックでループ選択して、スケールツールで少し小さくしてあげます。こういった感じでどうでしょう。だいたい合ってますかね。もうちょっと調整しますね。ここも、もうちょっと、ここは、まあ、滑らかになってくる。ちょっとだけ、はい、こんな感じでいいでしょうか。はい、綺麗な感じになったかと思います。どうでしょうか。綺麗な膨らみになったかと思います。じゃあ、ここでですね、ここをワンピースというか、このボディのシルエットを見ると、まあ、腰の上の部分がちょっと絞られているというか、角が立ったような感じになっています。この部分ですね。で、こちらもワンピースもそれに合わせていきたいと思います。ここの部分ですね。はい。で、ここの角を立てたいといった場合には、そうですね。B キー、エッジのループ選択、エッジをダブルクリックしてループ選択し、B キー、レベルツールを起動して、赤いハンドルですね。これを、ドラッグします。
そうすると、このハンドルはですね、留め継ぎオフセットのハンドルとなってて、選択しているエッジの両サイドにエッジを追加してくれます。これですね。で、ツールを解除して、タブキーを押すと、こういった感じで、まあ、綺麗な、ラインで、ディティールを整えるということができます。では、ちょっと正面ビューで見て。ワイヤーフレームで確認しておきますね。問題はなさそうですね。あれ、ここがちょっとずれてるかも。多分先ほど、丸くするときにちょっとずれたかもしれないですね。真ん中が。で、こういったときはですね、真ん中はきれいに、合っていてほしいので、頂点を選択して、継承の頂点の位置の設定を0としてあげると、全部きれいに、X0 にセットするということができます。まあ、これで問題ないですね。じゃあ次はですね、襟の部分のディティールを作っていきたいと思います。襟の部分は、このエッジですね。上のエッジをダブルクリックで選択して、これを、上、Y プラスの方向に、押し出せば、この、まあ、爪襟のようなディティールを作成できるかと思います。正面から見て、ここ大丈夫そうですね。右面から見ると、ちょっと後ろの方が下に下がっているので、これは調整しておきます。そうですね。P のキーで、エレメント移動ツールを使いましょうかね。で、ちょっと見てください。あ、ここは、対象に編集した方がいいので、対象をオンにして、ここを上に移動させて、ですね。こんな感じでいいでしょうか。大丈夫かと思います。失礼いたします。あ、はい。それではですね、この選択しているエッジを押し出して、押し出し。で、今回は、上の方向、Y プラスの方向に移動で、します。で、ハンドルは移動オン、ローからオフにして、3D ビューポートをクリックします。で、ハンドルをドラッグします。こんな感じですかね。はい。で、ちょっとですね、ボディの。ポリゴン表示、前もちょっと埋まってしまってますね。ちょっと、エレメント移動ツールで形を整えたいと思います。この辺かな？ここもクリックしてドラッグします。右面にして、ここもそうですね。もうちょっと下げて良さそうですね。こんな感じでいいかと思います。じゃあ、ボディを非表示にして、確認すると、まあ、ちょっと四角くなってるのが気になるので、T キーでエレメント移動ツールで少し丸くしてあげたいと思います。干ですね。こんな感じでいいかと思います。はい、次は、襟の前の部分ですね。ここを開いてるので、この部分を開きたいと思います。こういった場合にはですね、エッジを選択して、この分離というツールを使います。分離ボタンをクリックして、これ間隔今0メートルになってますけども、0メートルで分割ですね、すると、まあ、同じところに2本できてしまうので、わかりやすいように5ミリメートルぐらい
分割してあげます。そうすると、まあ、狙った通りに、分けることができました。で、一旦サブディビジョンサーフェス、タブキーを押して確認します。まあ、だいたいいい感じですね。前のところが引きつってますけど、これは、後で、厚みをつけてから処理したいと思います。ではですね、ある程度編集が進んだら、メッシュクリーンアップを行うと多いかと思います。例えば、ベベルであったりとかですね、まあ、いろんなポリゴンの編集の操作を行うとですね、まあ、オペレーションのミスで、余分なポリゴンとか頂点とかできることがあるので、メッシュクリーンアップ、まあ、気づいたら、実行しておくと、まあ、綺麗な状態のポリゴンで、モデリングを進めることができます。で、メッシュクリーンアップはおすすめですね。はい。では、次はですね、この服に対して厚みをつけるんですけども、ちょっとですね、気になるのが、ところがあって、ここをですね、まあ、こういった地、ちょっと、なんていうんですかね。こういった、すごい小さい、形というか、こういったのはもう少し滑らかな状態に、角が鋭利だったりとかですね、そういうのはもう少し滑らかな感じに、しておくと、まあちょっと、まあエラーとかが起きにくいので、まあ、ちょっとした手間ですけども、そういったのを行っておくといいかと思います。で、これですね、対象オフにしてやったので、こちら側は、言ったんですけども、こちら側は前のままですね。で、こういった時には、慌てずに、複製の対象化というツールを実行します。で、3D ビューポートをクリックすると、今、プラスからマイナス X 軸に対象になるので、右から左に、対象にしてくれます。まあ、もし対象をですね、忘れて編集したような時には、この対象化ツールを使ってください。はい。では次はですね、厚みをつけたいと思います。先ほどプッシュツールで、外側に膨らませ、ましたので、内側に5ミリメートルほど厚みをつけたいと思います。ポリゴンの厚みですね。で、3D ビューポートをクリックします。で、矢印をドラッグして、内側に、内側の手、マイナス5ミリですね。押し込みます。で、そうするとですね、このポリゴン選択されてるところが見えますけども、これがですね、新しく作成、されたポリゴンですね。厚みいいツールによって。で、今回はですね、こういうポリゴン作成されてほしくないので、まあそういったときはですね、最大スムーズ角度180。で、あとはシャープもオンにしておくといいですかね。これで、綺麗な、今回は状態になるかと思います。で、ちょっと今の作業を補足しますね。ファイルメニューから開くで、これ今2枚のポリゴンのモデルになってます。まあ、鋭角なにつながってる状態ですね。あと分かりやすいように、マテリアルをですね、両面に入れてますので、裏面のからも見えるようになってます。で、このモデルに対して、まあ、厚みをつけたいとき、まあ、厚みツールを使うんですけども、厚みツール。で、これちょっと最初の、さっきの設定が残ってますので、
リセットして厚み付けにします。で、3D ビューポートをクリックして、ハンドルをドラッグすると、こういう感じに厚みがつきます。で、これがですね、どういうことかというと、まあ、先ほどの基準となるポリゴンから厚みをついていくんですけども、まあ、こういう、場所、まあ、鋭角なところはですね、まあ、飛び出てしまわないように、ポリゴンを作って滑らかにしてくれます。で、これは、滑らかにして欲しいときもあるんですけども、滑らかにして欲しくないときもあります。で、それはどこで調整するのかというと、この最大スムーズ角度というところで調整をいたします。で、この最大スムーズ角度を上げていくと、ですね、ピッと。多分これ110度ぐらい、こちら側があるんだと思うんですけども、最大スムーズ角度を、まあ、敷地として、角を立てるか、角をにポリゴンをつけてくれるかを指定することができます。まあ、全部つけないということであれば、180という大きい数字を入れます。で、この状態ですと、今オフセットを、まあ、これだけの値してるんですけども、それぞれのこのオフセットの値は同じなんですけれども、まあ、この部分、まあ、鋭角に、まあ、角が、まあ、なんですかね、角度がきついので、薄くなってるようになってしまいます。で、これ薄くしたくないときは、このシャープというツールプロパティをオンにすると、こう鋭角に、まあ、厚みを均一にしてくれると。まあ、この部分のエッジは長くなってしまうんですけども、厚みを均一にすると。いうことができます。で、ツールのプロパティで、ツールの振る舞いをいろいろ変更できるということですね。あと、厚みツールですと、この両側面というのも使います。その基準となるポリゴンから両サイドに向かって、厚みをつけたいときとかですね。まあ、例えば、そうですね、通り芯、まあ、中央のラインからポリゴンを作って、厚みをつけて両側に壁を作りたいときとかは両側面を使うといいかと思います。はい、では、じゃ、ワンピースのモデリングに戻ります。で、タブキーを押してサブディビジョンサーフェイスをオンにして今つけた厚みを確認します。大体良さそうですね。じゃあさっき後回しにした、襟の部分をに手を加えていきます。まずこの、身頃の部分と襟の部分のエッジを立てていきたいと思います。そうですね。ここは、ループスライスで周りに両サイドにエッジをつけます。編集タブですね。ループスライス。ショートカットは Alt C。で、選択していたポリゴン基準に、エッジ、ループ上にエッジを追加することができます。あと、ビューポート、またはここのハンドルをドラッグして、スライスのエッジの位置を調整することができます。これぐらいでどうでしょう。だいぶ角が立ってきましたね。あと、襟の方のエッジも、ループスライスで、エッジを追加したいと思います。で、ループスライスの基準となるエレメントはポリゴンだけではなくて、エッジを選択してループスライスを実行しても、そこから直行するように、ループスライスのエッジを追加することができます。で、タブキーを押すと、もうだいぶ角が立ってきましたね。ちょっと前の部分がですね、引きつったような感じになってますので、これちょっと整えます。こういったところにもですね、エッジスライス、対象を入れた方がいいですね。エッジスライスで、すみません、ループスライス。ループスライスで、エッジを追加してあげます。で、タブキーを押すと、まあ、綺麗な状態になりましたね。でもですね、これループスライスなので、下の方にもループ状にスライスされて、こ
ここがですね、エッジが近いので、まあ、角が立ったような感じになってるんですね。ワイヤーフレーム非表示にすると分かりますけども、ここからですね、こういった、ラインができてしまっています。まあ、これは、こうはなってほしくないので、まあ、ちょっと一旦アンドゥして、オルト C ですね、ループサイズ。これをですね、50% とか、まず半分のところにエッジを追加してあげます。で、まあ、このものでもいいんですけども、ループスライスのツールプロパティで曲面の保持というチェックボックスがあるので、これをクリックしてオンにすると、こういった、丸みに沿って、スライスのエッジが追加されます。曲率の保持オフだとこういった感じ。オンにするとこういった感じですね。まあ、オンの方がこの場合は良さそうですね。で、50% のところでエッジを追加してあげてから、このエッジですね。首の襟のエッジをエッジのスライドで、前の方に移動させてあげると。そうすると上の部分はきれいに、角が立って下の部分は丸い状態になってくれます。あとちょっと気になるのがですね、ところがあって、ここのポリゴンですね。ちょっとここのポリゴンをちょっと引きつったような感じになって、もうちょっと滑らかにな、ポリゴンの流れにしたいので、こういった、まあ、移動ツールで頂点を動かしてもいいんですけども、ここはですね、頂点タブにあるスライドというのを使います。で、クリックすると、頂点から出ているエッジの方向に向かって矢印が出てきて、で、矢印をドラッグすると、まあ、その方向に向かって頂点を移動させることができると。まあ、すでにループスライスでエッジを追加してたので、まあ、このスライドツールを使うと、まあ、手早く、まあ、フォルムを崩さずに、編集をすることができます。だいぶ綺麗な感じですね。はい。これで、ワンピースのところは終了となります。エッジはもうちょっと立ててもいいですかね。オルト C で、今回は、じゃあ対象で、両サイドに。で、対象ですね。こういった感じで角を立てると、まあ、綺麗な、感じになるかと思います。はい。で、ワンピースはこれで終了となります。次はですね、ジャケットを作っていきたいと思います。ジャケットは、まずこのワンピース、のポリゴンですね。この辺ですかね。この辺のポリゴンをコピー&ペーストで使って、あと袖の部分はワンピースにないので、袖の部分はボディの方から持ってきて使いたいと思います。じゃあ、ワンピースのからポリゴンを持ってくるポリゴンを選択します。で、この辺から取ってくれば良さそうですね。この辺。じゃあ、シェーディング表示して、この辺ですね。辺。選択のし忘れとかないように選んであげて、これでコピーします。で、新しいメッシュアイテムを追加して、ここに、ペーストします。では次は、ボディの方から、袖のポリゴンを持ってきます。こうループで選択して、ループで追加すれば良さそうですね。で、コピーして、メッシュの方にペーストします。
で、これは、ジャケットという名称にしておきます。ジャケット。じゃ、で、編集しやすいようにタブキーを押して、サブディビジョンサーフィスをオフにして、まず外側にプッシュさせます。変形のプッシュですね。で、3D ビューポートをクリックして、ハンドルをドラッグして、今回も 5mm ほどプッシュさせます。で、形を整えていきます。まず、ここを尖ってるのが気になるので、ここはスライスして消してもいいんですけども、単純に頂点を選択して、デリートでもいいですね。あと、袖と、身頃の部分が離れてるので、ここもダブルクリックでループスライスして、複製のブリッジでビューポートをクリックすれば、まあ、つながります。あとこういったところちょっと気になるので、そうですね。エレメント移動ツール、ショートカット T キーなので、T キーで、ちょっと調整しておきます。あと袖の部分ですね。先ほど腕の方はですね、ちょっとねじれたような感じでモデリングされてたので、ここはですね、ねじれを取っておきます。回転ツール E キーのショートカットですね。あとアクションセンターをローカルにすれば、この選択しているエレメントに沿って、ハンドルがセットされるんで。まあ、こういったねじれを直すときも便利ですね。あとは移動ツール W でもう少し伸ばしてあげて、スケールでもう少し大きくしておきます。あと、ここ袖が膨らんだ袖になっていますけれども、これは後で加工します。ベースはこんな感じで良さそうですね。一応正面ビューにして、問題がないか確認しておきます。大丈夫そうですね。はい。じゃあ、このジャケットのポリゴンにも厚みをつけていきたいと思います。厚みツールですね。ポリゴンタブにある厚み。で、ビューポートをクリックします。で、内側にドラッグして、そうですね、これも、オフセットマイナス5ミリぐらいにしておきましょうかね。で、先ほどの設定が残ってますので、最大スムーズ角度180、シャープ。で、これで、ツールを解除します。問題なさそうですね。おかしなところはないですね。で、ですね、ちょっと、下絵のジャケットと比べると、この袖、裾の部分が角立ってますね。で、その処理を行います。で、これも Alt C のループスライスで使います。で、このループスライス、まあ、チェックボックス、まあ、ツールプロパティのチェックボックスや、モードなどですね、まあ、いろいろ変えて使うときですね、まあ、元に戻したいと。そういうときはですね、このリセットボタンがあるので、これをクリックすれば、元に。最初の状態に戻すということができます。では、今回はループスライス、裾の方にエッジを入れて、あとそうですね、こちらの方にもループスライスで、エッジを入れれば、綺麗な角が立った状態になります。じゃあ、Alt C で、ここは両方に入れますね。対称でカウント2で。こんな感じで。そうすると、このパキッとした、裾になってくれます。あと、後でやると言っていた、袖の部分もやっていきましょうかね。正面ビューで、まずループスライス、Alt C ですね。リセット一旦して、この辺にエッジを追加します。で、ポリゴン選択モードで、ループ選択して、
これは、そうです。外側にレベルで押し出しましょう。こんな感じでしょうか。で、今、均等に押し出されてしまったので、この前の部分のエッジをですね、削除してあげれば、前がすぼんだような袖になるかと思います。で、あとタブキーを押すと、そうですね、ちょっと丸まってしまうので、エッジを選択して AB キー。で、留め継ぎオフセットの方ですね、赤いハンドルドラッグして、両サイドにエッジを追加してあげると、こういったディティールが出てきます。袖の前の部分もやっておきますね。ダブルクリックで、ループ選択して、AB キーで赤いハンドルをドラッグして、両サイドにエッジを追加します。で、ツールを解除してタブキーを押すと、まあ、袖の縁の部分も綺麗なディティールができました。では、ワンピースのドボディを出しておきましょうかね。まあ、ちょっとわかりづらいので、仮のマテリアルを入れときますね。ジャケットの方は M キーで、赤いマテリアルにしておきましょうかね。こんな感じ。あと、袖の部分もそうですね。ループ選択して、選択を追加していって、M キーを押して、スリーブ。で、ここは少し、仮、後で、細かくは調整するので、ちょっとグレーっぽい感じにしておきます。で、ワンピースとボディ。表示させてみます。で、ボディの方も、非表示にしていたところ表示させてみますね。U のキーですね。で、顔のテクスチャーを表示させて、こんな感じになりました。あ、ちょっと時間がもう近づいてきて、まあ、ボタンまでやりたかったんですけども、あと残りのボタンと、カッター飾り、あと、帽子。あと、ブーツもまだ作ってないですね、ブーツ。まあ、残ってる部分は、次回、その4で、ご説明したいと思います。はい。では、その3のモデリングは、ここで、一旦区切りをつけさせていただきます。では、以上で、モデリングウェビナー、初めてのキャラクターモデリング、その3の配信を終了をさせていただきます。配信の終了後に、アンケートですね、ぜひ、ご協力いただければと思います。では、ご視聴ありがとうございました。